でも私がアフガニスタンで吹かれた風は肌を打つように乾いていました。豊かさの中で生きる日本人と生き延びることさえままならないアフガニスタンの人々、同じ地球という星の上でこんなにも隔たった現実があること、今も旅で出会ったいくつもの衝撃的な光景が私の胸に焼き付いて離れません。首都カブールを後にして山岳地帯を目指す。道の両側には旧ソ連軍の戦車の残骸、周囲はすでに地雷原だった。え、地雷？赤いよ、石が。これちょっと待ってください。全部赤い石、赤い石が置いてあるよ。アメリカ、フランス、ジャーマニー、すごい怖い。これ両端全部地雷があるんです。こうやって荷物を運ぶ子供たちが、ね、地雷のもう仕方がなく被害に遭っちゃうんだよ。赤く塗られた石は地雷原を示す標識。子供とかもね、本当にこういうところを走り回って遊びたいでしょう。やっぱりぶどう畑もあるのに。あ、人がいる。嘘、人が。地雷原ですよ。インジャマイン強です。何見たらしいん。あら、普通に歩いてる。え、この辺はね、もうだってもう、おじさん、あの赤い石あそこにあるよ。そこそこ。この土地でしか暮らしていけない人々がいる。気をつけてくださいね、本当にって言ったら、しょうがないって。しょうがないですよ。もう村の人は関係ないんだね、生活のために。あー、壮絶ですね。撤退するときに埋めていく、全部埋めて。でもっとひどいときはもうペンとかいろんなおもちゃとかぬいぐるみの中に置いて、そのまま置いとくんですよ、道路とかに。で、子供がぬいぐるみだって言って抱きついとバーッと。なんてこと。おもちゃに見せかけた爆弾を手に取って指を失うのは子供たち。人間はそんな爆弾を考え出すことができる。そのことがたまらなく恐ろしかった。地雷原を抜け、私たちは高原の町バーミヤンを目指していました。うかつにファス弾に手を触れれば爆発しないとも限らない。だってこれ私たちのここ通って、なんでちょっと大丈夫よ、帰れる。大丈夫よ、今。大丈夫よ、帰れる。大丈夫よ、今。あっ、ああ、違う。ちょっと、ドライバーが不発弾を拾い上げ放り投げた。弾が入ってないって。でも不発弾、でも怖いよ、不発弾でしょ。だから不発なんですよ。え、ビジュアルファミリーなんでか。放り投げた先も地雷原だった。つい最近まで戦場だった場所、改めて
恐怖がせり上がってきた。気をつけましょうよ。この旅で怪我人を出したら私の責任になる、そんな思いにもとらわれていました。人々は命の危険にさらされながら生きています。出くわした不発弾は一つだけではありませんでした。伝えなければ私は目に映る光景にひたすらカメラを向けました。戦争の傷跡とともに深刻な食糧事情がこの国を苦しめています。少女たちは家を手伝ってみんな懸命に働いていました。たとえ働いても満足に食事が取れない子供たちに笑顔はありません。カブールからバーミヤンまで車でおよそ13時間、道のりは険しい。今回の旅はこれまでに何度となく経験してきた海外取材とは全てが違っていた。優雅なホテルもなければ豪華な料理の縁がないけれど、これはノリカ自身が強く望んだ旅。彼女はまるで自分を追い込んで何かを探し求めているように見えた。車は徐々に高度を稼いでいった。バーミヤンは標高2500メートルの高地にある。気温40度以上、車にはクーラーなどついていない。乾いた水筒の水が浸透。容赦ない砂塵で顔はすぐに真っ黒になる。やがて景色が変化し始めた。周囲には緑が増え始める。大地を潤しているのはバーミヤン川の豊かな水。窓の外に人の姿が目立つようになった。車は目指す村に近づいている。首都カブールから悪路250キロ、ようやく到着。ノリカは一日中車に揺られ続けた。着いた。来ました。今夜の宿は日本の NGO が運営している事務所。もちろん本格的な宿泊施設などこの地にはない。壁も床も全て土。それでもどこかホッとする。車以外のところに座りました。お疲れ様でした。お疲れ様でした。着いたね。マミア無事についてよかったですね。無事についてよかった。遠い昔、シルクロードの要衝として栄えたバーミヤンに今その面影はない。かつてここは三蔵法師も立ち寄った仏教の一大中心地だった。それでも変わらないのは自然と共にある人々の営み。数えきれない侵略に耐え、繰り返される民族紛争と内乱の嵐に耐えて人はここに暮らしている。美しい自然だけが人間の愚かしさを見つめてきた。そして疲れ切った体に追い打ちをかけるようにノリカを悲しい出会いが待ち受けていた。